京成成田空港線。成田空港線は、東京都葛飾区の京成高砂駅と千葉県、成田市の成田空港駅を結ぶ、鉄道路線である。京成電鉄によって、成田スカイアクセスという愛称が付けられ、各種系事物などで、成田スカイアクセス線という名称と、オレンジ色の案内色を用いて、旅客案内を行っている。駅ナンバリングで使われる、路線記号は KS。 ただし、京成高砂駅以外の北総鉄道共用駅を除く。東京都心から成田国際空港へのアクセス改善を目的に、インバ日本大駅まで通じていた北総鉄道北総線をさらに東へ延伸して、同空港に直結させた路線で、2010年、平成22年7月17日に開業した。全線にわたって京成電鉄が、 第2種鉄道事業者であり、京成電鉄が、北総鉄道、千葉ニュータウン鉄道、成田高速鉄道アクセス、成田空港高速鉄道の4社に使用料を支払い、線路及び駅等の施設を借りて、旅客運送を行う上下分離方式を採用している。このうち、京成高砂駅インバ日本医大駅間ロメートルは、施設上は、北総鉄道北総線として、 成田高速鉄道アクセス線接続点、成田空港駅間 8.4km の内空港、第2ビル駅成田空港駅間は、京成本線の一部として2010年より前に開業済みであり、それぞれ成田空港線、成田スカイアクセスとの重複区間となっている。京成高砂駅インバ日本医大駅間においては、北総鉄道北総線に乗り入れ、直通運転っているわけではなく、 同一線路を使用していながら、別々の事業者が、鉄道事業法第2条における旅客の運送を追っていることから、京成電鉄と北総鉄道との線路共用区間となっている。本路線は、京成電鉄が第2種、北総鉄道は第1種と第2種。本路線経由の列車について、北総線経由との表記も見られるが、本路線列車、京成扱いについては、 正確な表現ではない。また、北総単独駅、新芝また、矢切、北国、文、秋山、松飛台、大町、西、白井、白井、小室、臨済牧野原の各駅は本路線の駅となっていない。一方、北総の乗車券でも、本路線列車に乗車できる、逆もか、列車種別を揃えるなど共通化した取り扱いも、なされている。 北総鉄道と京成電鉄の重複区間における運賃の取り扱い等は2009年平成21年12月16日に運賃の上限認可申請が行われており北総鉄道の従来の運賃体系に準じた運賃が申請されまた沿線自治体で北総鉄道の運賃引下げなどを求め道路線の運賃上限認可申請とは別途 引き下げ運賃の認可を申請し、2010年、平成22年2月19日に、それぞれの運賃が認可された。北総線各駅から成田床は、空港、第二ビル、成田空港の各駅へは道路線のキロほどと同額の運賃になっているが、実際には、北総線と京成線の運賃を、陰場日本遺大駅を境とてそれぞれ別計算した上で、 道路線のキロほどと同額になるように乗り継ぎ割引を適用した金額という扱いになっている北総・京成の連絡乗車券。なお、京成電鉄は北総鉄道との重複区間、京成高砂のインバニホ以外の乗車券、普通乗車券、回数乗車券、定期乗車券などは発売しない北総鉄道との重複区間において 有効な乗車券は乗車できる事業者の限定は行われていない。すなわち、北総乗車券でも本路線列車に乗車できる。線内各駅から京成高砂駅を経由した、京成電鉄の他路線各駅までの運賃は、京成高砂駅を境として、それぞれの運賃を別計算するものとなる。線内各駅から空港、第二ビル駅を経由した。 京成電鉄の多路線各駅、京成成田駅方面までの運賃は、成田空港線と本線の接続点空港第二ビル駅までのキロ数、空港第二ビル駅より、片道0.5キロメートルと本線の加算運賃を、含めずに、空港第二ビル駅で区切って計算する。この経路の連絡定期券は、京成電鉄、北総鉄道でのみ発売する。 他事業者では発売しない。また、京成高砂駅以西の各駅と、空港、第2ビル駅、成田空港駅間の定期券については、実際に乗車する経路で、のみの発売となることから、成田空港線と本線との共通定期券は、発売されていない。京成電鉄の株主優待券は、全線有効であるが、新芝又駅、インバ日本、伊大駅間の各駅を、 発着、途中下車する場合は、形成ではなく、北総線利用という扱いになり、本路線の駅としてのアクセス特急停車駅含む、別途北総線の運賃が必要となる。1982年、新東京国際空港アクセス関連高速鉄道、調査委員会が運輸省、当時に、空港アクセス鉄道についての3案を答申し、1984年に、 運輸省は B 案、北総線延伸を採択し推進すると決定した。しかし、計画は決定したものの、成田アクセス鉄道問題は、解決に向けての動きが遅滞していたため、1987年に、当時運輸大臣であった石原慎太郎が、成田新幹線の設備と用地を活用し、京成線と JR 線を成田空港に乗り入れさせる案、C 案を指示して事業化され、 そちらは、一足早く1991年に、成田線、空港支線と、京成本線、小牧屋分岐点成田空港間の形で、現実化した。B 案は、その後、1999年に、成田新高速鉄道事業化推進検討委員会、が設立されて、実現に向けて動き出し、2002年には、成田高速鉄道アクセス株式会社が設立され、 2006年に着工し、既存路線の改良及び新線建設が行われた。新線部分では、インバ沼を橋梁で横断しているが、この付近には広大な湿地や里山があり、また、野鳥の宝庫ともなっているため自然保護団体を中心に一部計画変更の要望が出ていた。環境影響評価所では代替措置などできる限りの環境保全措置を実施し、 景観に配慮した構造とするとして着工された。建設工事は順調に推移し、2010年3月に観光、3月25日から約4ヶ月の乗務員、修熟訓練運転を経て、同年7月17日に開業した。開業により、それまで最速で51分かかっていた日暮里、空港、第2ビル間が最速36分で結ばれ、 所要時間が15分短縮された。総事業費は1、261億円である。路線愛称が決定するまで過小として事業名、成田新高速鉄道整備事業の略称である、成田新高速鉄道と呼ばれていたが、2008年12月20日から2009年1月15日まで、成田新高速鉄道に代わる市に、アクセスルート愛称名の公募を行って先行した、結果、 成田スカイアクセスに決定し、同年12月16日に発表された。スカイライナーの最高速度である時速160キロメートル走行区間の分岐器には、上越新幹線、北陸新幹線の高崎駅での両線分岐ポイントで使われている38番分岐器が使用され、最高速度のまま減速を要しない通過が可能となっている。運転については、 共用区間を、京成成田空港線の列車として、京成乗務員が運転する場合は、京成側の運転規定が適用され、北総線の列車として、北総鉄道の乗務員が運転する場合は、北総鉄道側の運転規定適用される。そのため、北総線の各駅端部には、京成乗務員向けの駅間最高速度標識など、京成の運転規定上必要な標識が、 設置されている。成田スカイアクセス線の列車としては、スカイライナーとアクセス特急の2種別が運行されている。AE 型により、最高速度時速 160km で運行し、日暮里空港第2ビル間の所要時間は最速36分。日中は毎時1から3本運行する。最高速度時速 160km は、 新幹線以外では、日本最高速で、2015年3月14日に、北越急行北北線の特急、白鷹が廃止されてからは、単独トップとなっている。時速 160km での進行を支持するための、GG 信号、高速進行がスカイライナーに対してのみ、厳地されるようになっている。このほか、京浜急行電鉄、京急に次いで、 北総鉄道区間を含めて優遇不信号、即信号も2009年7月より稼働している。通勤軽電車による料金不要の列車。種別色はオレンジで、英語表記はアクセスイクスプ、アクセスエクスプレス。最高速度時速 120km で運行し、日暮里駅空港第2ビル駅間の所要時間は最速50分。日中は都営浅草線。 京急線方面に1時間あたり1.5本が運行されている。都営浅草線、京急線内エアポート開得となる羽田空港、国内線ターミナル行きの列車は2013年10月25日までは、京成車、京急車とも、アクセス特急の種別幕と、羽田空港行の行き先表示を掲示していた。成田空港駅から羽田空港までの所要時間は、 北高が1時間36分、南高が1時間34分。開業当初は東路線開業前の京成本線経由のダイヤより3分早い1時間43分。最速は1時間35分であったが、2012年10月21日の京急化また駅降下化に伴うダイヤ改正で北高、南行ともに1時間30分台に短縮された。早朝と夜間は、 羽田空港発着、京急線内エアポート急行の他に、本線形成上野駅、都営浅草線に島込駅、浅草線内は、各駅停車、浅草線区間でも、アクセス特急が設定される、京急線神奈川新町、金沢文庫駅、木の実、京急栗浜駅、三崎口駅、以上京急線内開得、または特急発着の列車が設定されている。 京成電鉄の車両による列車は、本線京成上野駅、都営浅草線西島込駅、京急空港線、羽田空港、2018年12月8日以降は、京急栗浜線三崎口駅発着で運行され、京急の車両による列車は、羽田空港三崎口駅発着で運行されている。2012年以降、毎年夏休み期間中の毎日早朝に、 京成上野初下り一本、深夜に京成高佐護行き上り一本の臨時列車が運行されている。なお2016年11月19日の改正で、早朝の列車は定期列車化された。2015年12月5日のダイヤ改正で、上りアクセス特急の成田空港発、京成上野行き最終電車の発車時刻が繰り下げられた。 2017年10月28日のダイヤ改正で、上りの最終列車の時刻が繰り下げられ、行き先が平日は、金沢文庫行き、土休日は、西馬込駅に変更された。なお、土休日は、青戸で、通勤特急上の行きに接続する。京成電鉄車両、京浜急行電鉄車両、都営浅草線直通用車両で、 車上情報管理装置にご通過防止機能、停車予告機能の搭載を行った編成が運用に入る。なお、北総鉄道、千葉ニュータウン鉄道所有者を含むと、東京都交通局の車両、両者ともに時速 120km 対応編成が存在するは、アクセス特急としての運行を行っていない。成田高速鉄道アクセスによると、 京成高佐のインバニホーン遺体館は最高速度時速 130km で走行するための改良工事が行われ、新線区間成田高速鉄道アクセス線は最高速度時速 160km に対応した。また、並行して一般国道464号北千葉道路の一体的な整備が行われている。京成電鉄では道路線の開業に合わせて、 JR 東日本の山手線京浜東北線、常磐線、東京都交通局の日暮里、隣ライナーとの乗り換え駅である、日暮里駅の大規模改良工事が実施された。2009年10月3日から一階部分にあたる、従来の一面二線のホームを上り用の一面一線、二階を改札、コンコース、三階を下り用の二面一線、スカイライナー専用と一般車専用の、 各ホームを設置、合計で3面2線に変更された。また、北総鉄道区間も東松戸、新鎌ヶ谷、小室の各駅に対避線が新設された。これらの各駅には、当初から拡張用スペースが確保されていた。さらに受け入れ側の空港、第2ビル駅は2009年11月14日から、従前の1面1線の対向式ホームから1面2線の、 島式ホームに改良され、成田空港駅もホームが一面2線から二面三線へと増設、拡幅され、従来の京成本線、成田スカイアクセス、スカイライナー専用ホームに区別された方向別、列車別ホームとなった。また、両駅の既存のホームは、本線と成田スカイアクセスのホームに前後で分けられ、京成本線本コースには、ルートの特定と運賃の算定を行うための、 中間改札が設置された。なお、京成本線分岐部成田空港駅間の単線区間のうち、分岐部空港第2ビル間は、同駅のホームの島式下にいる安全側線の延長により、伏線化されたが、同駅成田空港駅間の線路は従来、通り単線である。京成高砂駅についても、道路線開業後の踏切車断時間増加対策の関連工事として、 金町線ホームの高架化工事を行った。東路線の開業に先行して2010年7月5日より高架化されたので、金町線は全列車が同駅形成金町間の折り返し運行となった。東路線の開業後に、都営浅草線の日本橋駅と東銀座駅から東京駅まで分岐線を付設する計画もあったが、この案はこれとは別に工述する。 浅草線端落新線構想、都心直結線も浮上したこともあり、現在のところ着工されていない。国土交通省は2008年、東路線を活用した成田羽田連絡鉄道の開設について検討を開始した。羽田成田両空港は発着枠の拡大が計画されており、特に羽田空港は2010年10月21日に4本目と、 なる走路の併用開始及び国際定期便の就航が予定されていることなどから、両空交換における乗り継ぎ客の増加が予想されており、両空交換の連絡機能の向上が求められている。道路線開業により現在、両空交換はアクセスト急が最短103分で結んでいるが、都営地下鉄浅草線内の三田、宝町領域付近の2カ所に、 特急列車用の追い越し設備を新設することで65分に短縮できるされている建設費は400億円程度。また、これとは別に同線の改良ではなく並行して、バイパスとなる別線、都心直結線を新たに建設する案、建設費は3、0 00 00、0、0、0、0、0、0、0円程度も発表されている。このバイパス線の場合は60分で領空交換を結ぶことになっている。 このほか、浅草線の東、銀座、日本橋の両駅から分岐線を新設して、東京駅に至る、いわゆるデルタ線構想もあったが、都心直結線の構想が示されて、以降は消滅した。両空交換を結ぶ連絡列車としては、1998年11月18日の、京急空港線羽田駅、現、天空橋駅羽田空港駅間延伸開業と、 同時に実施されたダイヤ改正から、羽田空港駅成田空港駅間を運行し、かつ全区間において通過運転を行う、新種別エアポート開拓京成線内は特急が設定され、空港間連絡鉄道としての役割を果たしてきたが、2002年10月12日に実施されたダイヤ改正から、京成線内においては、同日から新たに設定された、 快速として運転されるようになった。快速は特急より停車駅が多く、京成津田沼駅伊藤、成田空港駅方面は各駅に停車する上、大部分が京成成田駅や京成桜駅発着となる運用に短縮されたため、空港間連絡鉄道としての機能を持たなくなった。その後、2006年12月10日のダイヤ改正から京成線において快徳。 快速特急が新設され、早朝に成田空港発羽田空港港、夕方以降に羽田空港発成田空港業、共に京急線内急行、2010年5月16日からはエアポート急行がそれぞれ設定されており、東路線開業以前のダイヤでは、この開得が事実上空港間連絡鉄道としての役割を担っていた。路線開業時に、 成田空港と羽田空港を結ぶ列車として、特急料金不要の通勤系車両を用いた、アクセス特急が新設された。日中は、成田空港駅羽田空港駅間を、成田スカイアクセス、京成本線、押上線、都営浅草線、京急本線、空港線経由で結ぶ。途中、押上駅で、エアポート回徳に、種別変更して、都営、京急線を走る。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。